はい、えー、アドバンセイからですね、おしていただいたので回答していきたいと思います、えー、お世話になります今回クリスマスセールを企画していますそこで前回エフェクトレ線に入るとどれだけの成果があるのか全く表現できていないとの指摘がありましたどのように表現しようとこう、えー、考察した結果このように数値を入れてみましたこれは企画に使う目的ではありましたが、えー、アンチの攻撃的の目的もありますスライドではこのような表現でしかありませんが他のツールを紹介していただい いば嬉しいですまた修正するところをご指摘くださいということなんですけど、まあ動画の方はちょっと見させていただきましたけども、うん、僕だったら、まあツールは別に何でもいいと思います。ってか、今のでいいと思います。表現方法ですね。あのー、今あの、数値をただこうスライドしてるだけじゃないですか。じゃなくて、その、今日、うん、例えば、 あ例えばニュースとかもどう表現して伝えてるのかっていうと今日の何時今日例えば今日は12月22日ですよね12月22日まる市のまる付近で何時何分るなんか交通事故がどうのこうのっていうニュースが流れるわけじゃないですかでニュースっていうコンテンツってもう日々毎日更新されて毎日やるじゃないですかでも内容ってあんま変わんなくないですか 交通事故があったとかそういう,こうじゃあ交通事故に関してのカテゴライズって全部一緒じゃないですかだけどなんでそれ見ちゃうと思いますもう30年前から交通事故のニュースってありますよね。でもなんで同じコンテンツなのにほぼ変わらないまあコンテンツっていうとねちょっとこあの交通事故された方にあれかもしれないですけどそれが何で日々ニュースでこう取り上げられても見,見やすくなる見,見られるのかっていうと今日の出来事なんですよ 今日こここででありましたよよっていうことなんですよね分かりますだからこの僕だったらこの何ピップス取ったのかっていうのは今日何ピップス取ったのかねっていうのをしっかり伝えるってことですね。だからな,な,なんだろうなそれをしっかりなんだ日々やってた方がいいですね。もちろんその全部一気に公開するっていうのも今回みたいにね一気に公開するってのも別にいいんですけども日々こう何ピップこのなんだ 僕が教えてる塾でのノウハウを使うとノウハウを使ってどれぐらい取れたのかっていうところで今日何時何分に取れたのかとかねうんなんかそういうふうにやるとまあうん見やすいですね聞きやすいというかリアルタイム性もあるし例えばお金系でならば結果は出てるんだけどその結果っていつの結果ですかって話なんですよねわかりますいつの結果ですかっていう <laughs> 10年前の結果ですか10年前稼げてた結果ですかと。 話じゃないですか <laughs> 10年前に稼げてた結果を持ってこようと思っても別になんだその表現方法だったらスライドのその,そのピップスだけと撮るんだったら別に10年前でも撮ってこれるじゃないですかだから今日実際今日はこんなニュースありましたとねなんか画面のキャプチャーで行くんだったら今日こんなニュースありましたで今日、えー、これ見てください今日撮れたのはこれですみたいな。 今日取れたよ。今日取れたよ。今日も取れたよ。今日も取れた。みたいなね。だからそういうふうにやっていくと、非常に、その、興味性が湧くし、うん見やすくなるかなっていう。今のやつだと、ただ、スライドでバン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 やってるだけで。で、あと、そこで、なぜ What? えー、その、僕の,その手法を使うとね、何ピップス今回取れたのかと。今日は、例えばそこにちょっと、ちょっと相場解説入れるとかね。で、そうすると、結果もあるし、その結果に対しての、 解説もちょっとあると、もう興味も出るし、あこの人本当だなっていうところも出てくるじゃないですか。解説もあればね。うん。だそうすると非常にいいと思いますね。だからあのこれからあもう今年ももうちょっと終わりますけども、来年はそういうまあ再生リストでそんうなうのを作って収益日記みたいなの中作ってね。でそのトレセンの支援もしつつ。 今日こんだけ取れました。今日こんだけ取れました。今日はこんだけ取れました。プラス相場解説ですよね、ちょっと。うん、で、どういうところに、まあ、一言、まあ、ポイントとかね。うん。なんかそういうのを入れていくと、めちゃくちゃいいと思います。うん。そのリアルタイム性に価値があるので、例えば、まあ、年末とかもそうじゃないですか。年末なんか特に分かりやすくないですか まあ今年ジャニーズ北側がすごいニュースになりましたけど多分今年もやるんじゃないかなそのジャニーズも年越しライブとかやるじゃないですかそ,のそこのなんだろうな年越しをするっていう同じライブだったとしてもその年越しするっていうこの空間その場所今そこに価値があるわけですよでもうん明日には変わらないんですよね まあカレンダー上ではね年は越すけど日はまた昇り日はまた沈み日はまた昇り日はまた沈みって別に変わんないじゃないですか変わんないんだけどなんかその今日なんですよね12月31日っていうその今日に価値があるんですよ今日で今日で今年が終わるっていうそ,のそ,のそれに価値があるんですよ1月1日お正月そこに価値があるんですよでも客観的に見ると別に明日なんですよ どうすか客観的に見たら別に明日だし僕なんかねもう曜日感覚ないしあんまその関係ないんですけど <laughs> まあ一般の方はねまあそういうふうな感じじゃないですか <laughs> そうだからまあそんな感じで表現して伝えていただくと、うん、非常に伝わりやすいし興味性出るんじゃないかなっていうところですねで僕だったらそこにあります、うん、僕が FX やってるんだったら今日何ピップスが取れてまあ今日も今日も今日も え僕が教えてる塾のノウハウあの手法を実践して、まあ、こういう結果出ましたと何ピップス取れましたとでなんで今日はこういうピップス取れたのかっていうとあの、まあ、相場がこんな動きで,でそこに対して、まあ、あんまり言いすぎるとダメっていう部分もありますけどちょっとワンポイントですね入れるといいと思いますねうんはい、まあ、ということでえツールよりかはどう伝えるかですねうん伝え方の問題ですうん だってニュースもすごくないですかだってほぼなんか扱ってるコンテンツ一緒ですけど <laughs> 日々やってるじゃないですか。で日々何で見ちゃうのかっていう。今日なんですよねうんそう、まあ、あとは、例えばサー裁判とかも昔、例えばなんだろうな昔、みんなが忘れてる裁判ですよね。まあ、そのす,すげえ裁判が伸びてね結構前にすげあそんな事件あったなってまだ裁判してたのかってで今日、今日判決が出ましたっていう。 あ,あ,のあれ、事件、判決出たのかと。例えば、最近の事例で言うと、多分京都のね、放火事件ですね。京都の30人ぐらい亡くなられたと思うんですけど、あ、多分死刑判決出たと思うんですよ。でも、京都の放火事件って当時はめちゃめちゃすごかったじゃないですか、あれ。すごいニュースで出ましたけど、多分みんな忘れてるんですよ。だけど、今日判決が出ましたって言われると、思い出すんですああー、みたいな。うん、わかります <laughs>。 まあそういう,そう,そう,いうなんか着眼点でねちょっとコンテンツを作っていただくといいんじゃないかなと思います。はい。ということで頑張ってください。では。